はい、どうも、はじめまして。はじめましてって言えばいいですかね。はい、はい、福島でも帽子の伊藤です。本日はビッグツバメ小名浜西店さんの方にお邪魔いたしましてですね、ガロを打てということで、はい、素人丸出しの私ですけども、ここは引きでね、頑張って貸したいと思います。今日は出しちゃうよ。もう結構台が埋まってましたね、入ってみたら。はい、とりあえずまあね、素人なんで一応へそが空いてそうな台を選んでみましょう。はい、実戦に入りたいと思います。回るんでしょうかね、ちょっと不安なんですけども、はい、頑張りたいと思います。簡単にはいかないよね。暑いんじゃないのこれ。激馳せよ。当たっちゃったよ。罰だったよ。当たりは早いけど2分の1に負けました。はい、ですね、今のところ、1回の単発の大当たりから結構回しちゃったんですけど、
現在投資がちょうど2万で2万円打った現金投資分の回転率が今のところ 21.7 回ですね。なんで途中で結構落ち込んだんでやばいかなと思ったんですけど、まあとりあえず今2万円使って 21.7 回回ってるんで、まあまあ安心してというか、まあ私にしてはそれなりの台が運よく見つけられたんじゃないかなということで、まあ頑張って回し続けようと思います。頑張るぞ、聞いてくれ。まずいんじゃないの、なんかこの予告。当たって当たって あこれ朝一で当たったリーチじゃない。ダメじゃん。あ、なにこれ。あ、当たった。やった。当たったよ。復活で当たったよ。2回っすか。